その2番の岡崎、5番の竹内といった岡山勢がどう動いてくるか、最初に動きを見せます。そしてまたもう一人105期生がおります、4番の西田、その後ろに続いています。赤番周回の第2コーナーからバックに向かいます。1番の野口が下げました。6番手まで下がりました。鐘が鳴って、さあ早掛けペースか。そして2番の岡崎が行きました。2番岡崎が先行体制に入る。さあ5番の竹内が2番手、3番手に4番の西田となりました。これで残り1周となります。1番の野口は冷静にここからまくりか。さあ最終周回1コーナーから2コーナー、さあここでまずは逃げる2番の岡崎、そして3番手からまくっていったのは4番の西田だ。4番の西田がまくっていく。さらに大外からぐいぐいと1番の野口がまくっていった。大外から1番の野口の素晴らしいまくりだ。さあここは連勝に向けてまっしぐらだ。1番の野口が先頭で1着で今5人、2着通過は6番中森。